こんにちは、かえつしらのまさきです。今日の動画は試飲会。私の以前から取り組んでいます、青いボケシと黄色いボケシの味比べ10カ年計画。この度、こちらの後につけた黄色いボケシの方がつけてから3ヶ月目を迎えましたので、今日は第2回目の味比べ対決を行っていきたいと思います。はい、こちらが近くの映像です。まあ、前回と色合いは同じですね。青ボケシは琥珀色で、なぜか黄ボケシは冴えた黄色。熟した黄ボケの方が色が淡い。では、それぞれついでいきます。告げました。では飲んでいきます。まずは青ボケシの方。おお、これは前よりさらに煮皮の香りが強くなりました。続いて黄ボケシの方。相変わらず生の木ボケの方向が漂っています。少し酸っぱみが落ち着いてきました。美味しいな。結論が出ました。第2回目、青いボケシ VS 黄色いボケシ味比べ合戦。勝者は、黄色いボケシです。まず青ボケシですが、以前と同じく、基本的に梅酒に似た味を持っていて、しかし、酸っぱみがやや劣り、またフルーティーさも劣る。しかし、その代わりに、梅にはない梨の香りが付け加わっており、また渋みが付け加わっている。そしてこの度は大きな変化があり、前回の試飲ではちょっとしか含まれていなかった煮皮やゼラチンに似た香り成分が増えています。そのせいでまずくなったというわけではなく、その煮皮臭が一つの味として活躍するようになりました。煮皮臭も適量なら一つの風味として機能するのです。福島の A 選という日本酒でもそういうことがある。また一つ、梅酒にはない成分が増えたことによって、梅酒との差別化が生まれ、以前は、青ボケ酒は梅酒の下位互換と言いましたが、今は、やや、相互互換に近づきつつある。続いて、黄ボケ酒ですが、相変わらず、黄ボケの持つ、洋梨と柚子を混ぜ合わせたような方向が、液体に溶け込んでいます。黄ボケの匂いを、嗅いだことのある方なら、すぐに木ボケ酒とわかる味です。以前の試飲ではかなり酸っぱかったですが、今では順調に梅酒と同じような流れで酸っぱみが溶け込んで落ち着いてきています。少し渋みも効いてくるようになって、後味が引き締まっています。まあ、今回は総合的な飲んだ時の楽しさの度合いから、木ボケ酒を勝ちと判定しましたが、2ヶ月前の試飲の時と比べて、青ボケ酒の方が大きく成長して、2種類のボケ酒の差は少し縮まったと思います。
三河臭い青ボケ氏の方が好きだという方もいるかもしれない。まだまだ決着は先読み不能です。続いて、青いボケ氏と黄色いボケ氏の星の数による味の評定ですが、まず青いボケ氏、評定は、堂々の五つ星です。梅酒の相互互換に近い味ということは、それはつまり、開発酒全体で言えばかなり美味しいということを意味するのです。そして黄色いボケ氏、青いボケ氏に勝った黄色いボケ氏も、当然五つ星です。黄色いボケのうっとりする香りがそのまま瓶の中に封印されていて、秋を閉じ込めたような味です。果実酒らにとって秋の楽しみを作ってくれる味です。それでは今回の動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。